三ョシ者聖母大殿のは中華、人民共和国上海市松江区の山の頂上に位置する大規模なカトリック聖堂で、中国カトリック教会の著名な聖母巡礼地である。三付近の松江と聖母一は、カトリックがとても早く伝わり、100年余りの長さに達する、近況の時期に、横、包み、長木教などの村落のカトリック教徒は、 ずっと密かに自分たちの信仰を保持してきた。1844年、カトリック教会が中国で合法的な地位を回復して後、港南大牧区のフランス人のイエズス会会長南角六が山を訪れ、山が竹林に覆われて環境は静寂であり、ここに選教区で年老いて、体の弱った選教者のための祈る場所を建てられると判断した。 南角六は1856年に世を去った。1863年、公認のフランス人、イエズス会会長、ジョセフ・ゴメは、ジョカワイから、山にやってきて、山の中原に五県の神父の休養に供する平屋を建造し、内側に小聖堂を設けた。1864年、松江の柿キツバ神父は山頂に、六角亭を建造し、聖母像を捧げた。 麓の長木教頭の地元の信徒は、山に登って、巡礼を始めた。1868年3月1日、江南大牧区司教、老海人は小聖堂と聖母像を祝福し、この聖母像は一人の中国修道士見習いの陸、肖像が、パリの勝利の元記載である、聖母像を真似て絵にしたもので、神教の助聖母と解消した。 1868年5月24日、3に数百名の巡礼の信徒がやってきた。当時の小聖堂は収容する術もなく、天幕を張ってミサをあげた。1868年、暗記、チャンス賞の2賞の多くの地域で教会の弾圧が発生し、神父と教会は襲撃に遭遇した。甚だしいことに、中国と外国の関係が比較的穏やかな。 上海の通りでも外国人を敵とみなす宣伝が現れた。イエズス会のフランス人宣教師たちは深い不安を感じ、高南大巻区、イエズス会会、長谷ぶ小江神父は山に行った時に六角亭の聖母像の前にひざまずき、高南大巻区がもし無事に危機を過ごし、危険な状態が平穏な状態に戻った暁には、山上に大聖堂を建てますという願をかけた。 9月に谷ぶり声は、教区司祭に広告を出し、彼らに大聖堂を建てて1日も早く聖母の庇護に、感謝するために、信徒の寄付を募るよう要求した。山大聖堂は、イエズス会の生まれき、明る修道士見習いが建築の設計の責任を持ち、1871年5月24日に、寄公式が挙行された。老海神代牧師教は、6000名もの信徒が、 参加した野外荘厳ミサを捧げた。数多くの巡礼した信徒が労働奉仕に参加し、重くてかさばる建築材料を平地から山頂まで運んだ。1873年4月15日までにギリシャ式の大聖堂が観光し、老人氏が来て聖堂を祝福し、同時に山の中原から山頂まで、 のの字型の十字架の道行きを造成し、それぞれの曲がり角に14個の黒亭を建造した。同年の5月1日と24日、老海人は再び山に赴もき、巡礼の天礼を指式した。当時、約1万から1万5千もの人が巡礼に来た。これより、三聖母は、江南大牧区の特な保護者となり、同年5月は、 三市城の最初の聖母月と呼ばれることになった。1894年、山の中原に504人を収容できる中国の伝統的な風格のある中山清志墓道が建て直された。中道正門の両側にすなわち右の人のには、小道畜産用、かつ、憩い変国急行指令、左の人のには、大戸のりねいただき、 斎藤育休休児盆という追加が刻まれた。門前には千人を収容できる広場があり、欄干や石の腰掛けがあって、信徒たちの休息や景色を見るのに供され、西側には参照帝が建てられた。円度園九1924年、初の在家教皇施設であるチェルソ・コスタンティーニ、大司教は、上海で、全国中国司教会議を開催し、六月十二日は、 会議の閉幕日であったが、全国の中国司教を率いて、中国を聖母に奉建する厳粛な天礼を挙行した。次の日も15名の司教を率いて、3人をもむき、再度中国を聖母に奉建した。中国第一回天主教公会議の推進を受け、1925年4月24日、三山町の大聖堂を取り壊して、建て直しを始め、 ポルトガル人神父の幼長省が設計都市公の責任を負い、幼高尻市教は基礎となる場所を祝福した。建築期間は10年もの長さにも及び、1935年11月16日に、やっと、春工して、当時の市教であった、めぐみずみりょうが、宿別ミサを主指式した。幼長省は、工程管理に非常に厳格で、杭を岩石上に打っても、 思考時に規定と符号しなければ、工事の手直しを求め、積み上げも決まった品質で決まった量であり、それと合わなければ倒して再度積み重ねるようにした。1942年9月12日、中国がまさに日中戦争の困難にある最中に、ローマ教皇ピオ12世は、三教堂を二級バシリカに指定した。これで極東で、初の教皇が指定したバシリカとなった。 1946年5月8日、ローマ教皇庁は、三に一つの特典を与え、三の聖母に、大冠式を行うことを許した。南京大司教う家氏と上海司教恵ぐ寮は、新京之助聖母宅賞や、像に、大冠式を挙行し、参加した神徒は1万人余りにも達した。1947年5月18日、 教皇庁の新任教皇大使、リベリ大司教は、代表全国の中国カトリック教徒を代表して、再度の封建をし、中国を聖母に封建する書を朗読した。1966年の文化大革命中に、大殿は深刻な破壊に遭い、主老の頂上の聖母が幼きイエズスを抱いた、銅像や、ステンドグラス、及び14体の受難像とイエスが、 ゲッセマネの園で祈る像は、すべて、四九とみなされて打ち砕かれた。文化大革命終了後、中国大陸の宗教活動は回復した。1981年3月に、三天主導は、上海教区に返還された。1981年5月24日、山頂の大殿で5000人が参加した、復興将軍ミサが挙行され、 1984年までの大修理が始まり、1985年に再度の祝別式が行われた。復興の始め、元は、修郎の頂上にあった聖母が幼後、イエズスを抱いた銅像は、どこに行ったかわからなかったので、臨時に鉄製の十字架を用いて、修郎の上に備え付けた。2000年に、上海教区は、信徒の寄付を募り、 再び頂上の新京之助聖母宅正屋の銅像を戻した。4月18日、金炉県共同司教は、三三町の聖母像を祝福し、5月1日に、盛大な聖母を迎える天霊と三町の聖母大聖堂で、三佐制裁が行われた。1982年、三の南六に、 カトリック聖職者を養成する大宮学校である山の神学校が創立された。5月の巡礼期間には、新学生たちは中山道に受付を設置し、信徒に教理や成果を教えている。内部構造1935年に完工した大聖堂は三山町に建てられ、ロマネスク建築である。建造物の平面はラテン十字の形を呈しており、 東西は56メートル、南北は25メートルになる。赤レンガの外壁で、正門は西南側にある。正堂の西南の角の四角い首狼は高さ38メートルで、首狼の頂点は16の柱が支えるオリーブ型の丸天井で、上に4.8メートル、1.8トンの重さの、新京の助聖母宅小屋の銅像が立っている。 聖堂立面の刺繍の赤レンガ状には尖ったアーチ型のステンドグラス、屋根の登場はエメラルドグリーンのガワ瓦で敷き詰められている。大聖堂の内部には3000人の座席があり、橋の大祭壇は金を散りばめて宝石をはめた大理石で彫られ、祭壇と座席は低い冠白玉の欄干で隔てられ、模様のあるタイルで敷き詰められている。山大聖堂は、 海抜98メートルの山頂に建てられているので、建築工程は、並大抵のものではなく、その中で最も困難なのは、岩石等の建築材料を人に頼り、肩に担いで平地から山頂まで運ぶことであった。用いられた石材は、福建省から船で、山のふもとまで運ばれた。この建築物は、四無の名称があり、それはすなわち、無釘、無機無光、 無料である。毎年5月の、生母月に、数万もの各地から来たカトリック信徒は、山に巡礼に行く。河北省東、漁の巡礼活動は、政府の統制を受けているので、山は、中国国内でただ一つの活発で、全国的なカトリック巡礼の中心地である。山の巡礼は、長年来、伝統で固定された順序が形作られている。 神徒は、三に来ると、まず、中山道でお祈りをし、三の聖母を数形して聖母に対する愛を示す。次に曲がりくねった道に沿って、列をなして十字架の道行きを祈り、山を登る。十字架の道行きが終わってからさらに大聖堂に入って、ミサに預かり、聖母に対して、慈悲を求める。最後に、再び、三小帝に戻り、ロザリオを祈る。 この他にも、伝統的な漁師は、港南地区のカトリック教徒の中で、比較的大きな割合を占めるので、かなりの漁師の信者が自分で船を漕いで、山のふもとに行き、そして山に登って巡礼する。5月には、山付近の小川の岸辺に、少なくない漁師の信徒の小舟が集まる。山は、公園として旅行者に開放されているので、 正門から入ると料金を支払う必要がある。そこで、三に巡礼に行く、カトリック信者は、後ろ側の裏門から入ることを余儀なくされている。2008年5月24日、教皇ベネディクト16世は、中国の教会のために祈る日のために、三の聖母への祈りを発表した。イタリ聖なる乙女。人となられた御言葉の母であり、私たちの母である方。 あなたは山大聖堂でキリスト信者の助けとしてあがめられ、中国の教会全体は溢れる愛を持ってあなたを仰ぎみます。今日、私たちはあなたの助けを求めて見前に進み出ます。神の民を帰り見、真理と愛の道を歩む民を母としての気遣いを持って導いてください。彼らが常に全ての人が共に平和に生きるためのパン手となることが、 できますように。あなたが、ナザレの家で従順に、はいと答えられたとき、永遠の神の子があなたの乙女の体内で肉となり、歴史の中であがないの技を始めることができました。あなたは、進んで、惜しみなくあがないの技に協力しました。苦しみの剣はあなたの心を貫きました。十字架の時に至るまで、その時あなたは、 カルアリオの丘で私たちが生きるために死んだミコの元に立ちました。その時からあなたは新しい形ですべての人の母となりました。この人々は信仰によってあなたの子イエスを受け入れ十字架を担いながらイエスに従うことを選んだからです。希望の母である方。聖土曜日の暗闇の中をあなたは揺るぎない信頼を持って 復活の朝に向けて歩みました。あなたの子らに力を与えてください。どんな暗闇の時にも、神が愛を持って、共にいてくださることを知ることができますように。三の聖母よ。中国のすべての信者を支えてください。彼らは、日々の試練のさなかで、信じ、希望し、愛し続けています。彼らが恐れることなく、世に、 イエスを語り、イエスによう語ることができますように。山大聖堂を見下ろすあなたのご像は、巫女を高く掲げます。巫女は世界に手を広げてその愛を示します。カトリック信者を助けてください。いつもこの愛の確かな証人となり、教会の石の岩であるペトロと一致することができますように。中国と全アジアの母である方、今もとこしえに、 私たちのために祈ってください。アーメン。便宜上のカタカナ転写特にの字は、母音、死音ともに日本語や英語などにはなく、シェでも書でもない発音。ハットシシキビ、港南教師、上海土山湾個人委任。1914年版、天主教上海教区、地山、三海ハ,ハーサ。ハットシシキビ、江南教師、上海土山湾個人委任。 1914年版、元人氏、高ぶり種、上海宗教史、上海人民出版社出版。1993年、中華純道成人天主道人大霊語八期、元人氏。高ぶり種、上海宗教史、上海人民出版社出版。1993年、元人氏、高ぶり種、上海宗教史、上海人民出版社出版。 1993年、教皇、中国の教会のために祈る日の祈りを、発表カトリック中央協議会。ありがとうございます。